動いた。よかった。こんばんは。8名さんいらっしゃい。大丈夫？電波ある？なかったらうちの Wi-Fi 飛んでるから。あ、大丈夫です。とりあえず、まあ、ちょっとだけそっちに誘導するための。うん、お、ゼロさんだ。ゼロさん久しぶりです。どうも、ご無沙汰してます。ワドです。よろしくお願いします。お、ゼロさんお疲れです。つけました。お、姉ちゃんいらっしゃい。今日イケメンいますよ、イケメン。3倍目ヒカルさんです。お疲れ様です、皆さん。どうもです。はじめまして、ワドと申します。ワドさん、こんばんは。こんばんは。ワド三択。ちょっと汚い部屋ですが。いやいや、全然綺麗ですよ、本当に。いや、汚いでしょ。いや、全然綺麗ですよ、本当に。やばいよ。いやいや、そんなことないですよ。もともとね、あの、うなちゃんマンの三社祭りの時にお世話になったんですよ、ヒカルさんに。うん。それで、今日偶然上野で出会って、何やってるんですかって声かけたら、家探してますって言ったから、ああ、来て来てって言って。うん。うん、お、トビちゃんお疲れです。そんな感じで、今お招きしてます。旅してるんですよ、全国を。そう、全国旅してます。うん。こうちゃん。和道さん久しぶりですね。祭り以来です。久しぶりに見ました。あ、どうもどうも、ね、ご無沙汰してます。アミルお疲れ。ずいじ時間違う、2人で温泉行ってコインランドリー行ってきた。そうそうそう、洗濯物、ね、そう、洗濯物の中で。よいしょよいしょ。メガメガ、お茶でとう。お茶パック。白ひげお疲れ。こんにちは。これ本話か、白ひげ。これ本枠か、お前。本物？偽物じゃん。これサバか、もしかして。こちらで通る。旅配信、旅配信で、これから四国行くんだって、3日後ぐらいに。そうですね、四国行って、うん、岡山から再スタートっていう形で。チャリンコとかヒッチハイクとかで全国旅してる人で、日本全国終わったらもう海外行くんだって。すごいよね。そうっす、バックパッカーです。超かっこいいよ。こちらで通る。ギャルは来なかった。お茶ばかりだとね。モニターでかくね。いや、めちゃくちゃでけえよ、モニター。これギフトで最近届いたやつで、31インチかな。ギフトで届いたんすか。そうそう、すごっ。あとこれもギフト。ここにある全部。うわ、すげえ。かん、ギフトで、うん、すごいな。可愛がってもらった。エビさんの心霊配信でコンドームかぶってた人だ。あ、そう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 、コンドームマンです。小川さん、はい、で相当でかいよね。じゃあ今からワドさん今配信中なんですよ。あのみんなワド、あのこのワドさんで検索すれば出てくるんで、平和の輪に道路の道ってワードを、はい、ワドさんの枠に全員集合。あ、マジですか。はい、僕は切るんで、もしよかったら OK。 あ、ワドさん、じゃあ僕コメント打てばいいのか、ヒカルさんのところで。うん、その方を検索しやすい。どっちでもいいっすよ。ね、ワドさんとばったり会ったの。本当や、本当に行きません。移動します。そう、和藤さんの枠で全員集合です。結構レアだからね、マジで。これなんでこれ結構もういでよ、和藤さんの枠で。オーライ、まだ KP してないでしょ、みんな。和藤さんの枠で KP するよ。ああ、 KP ね。そう、ツイキャスで和藤で検索すれば出てくる。和藤さん、ヒカルにお茶投げたいから待って。嘘、じゃあ待ってる。さっき、あ、今コメントしました。あ、そう、和田さん今ねコメントしてくれた。うん、迷惑かけないようにねって。なんでその俺、うわ、すごっ、迷惑配信者みたいな。もう50人来たんだけど。やっぱすげえすげえ。今日抱いてもらえないよ。すげえな。
皆さんどうも、はじめまして、和道と申します。よろしくお願いします。和道さんの枠に全員集合でお茶で問う、うん、いろんなやつと絡みあるんですよ。三社祭りの時、ほら、うなちゃんマンの時にお世話になって、皆さんとあの金梅さんの YouTube を撮りたいって言ってずっと撮影してたんですよね、あの時は。そう、うん、は初見さんいらっしゃい、和道と申します、よろしくお願いします。キチガイをしないよ、今日はもう疲れて、俺も寝不足で。あれ、舞ちゃんって、これ舞ちゃんか。うん、うん、まなみさんいらっしゃい、アミルさんいらっしゃい、マッサンさんいらっしゃい、とびきりさんいらっしゃい、うん、あ、アイテムありがとう、すげえな、ありがとうございます。とりあえず、うわ、すげえな、ゆさんいらっしゃい、どうも。そう、朝寝坊した、俺。よろしくお願いします。朝ちゃんありがとうね。じゃあ、OK ですか、皆さん。うん。和道さんの枠でお会いしましょう。まだあの、KP してないでしょ。ちゃんとビールあるからね。KP しよう。OK。初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。じゃあ、皆さん和道さんの枠でお会いしましょう。この、平和の前に道で検索すると出てくるんで。そう、起きれなかった、今日。よろしくお願いします。じゃあ、とりあえずまた。うん。とりあえず和道さんの質問、俺、今日の質問は全部和道さんの枠で聞くから。たったいらっしゃいね。うらるはれよ。違う違う、うらるはれじゃなくて検索すれば出てくるよ。もう一回じゃあコメント打ちますか。うん、コメント今打ってたよ。ちょっと待ってください。か、その、和の道って検索すれば出てくるよ、ツイキャス。今度検索で。頼むぜ。あ、じゃあお待ちしてます。待ってね、今コメントするって。和道さんは。そう、和道さんキャスやってる。ノート、お疲れ。じじちゃんもチェレートね。オッケー、これは和道さんのグラルね。これで飛べるから。じゃあ、配信切ります。皆さん、和道さんの枠でお会いしましょう。オッケー、ひでりありがとう。じゃあ、また、後ほど。さあ、みんなどれぐらい。いや、すごい、もう100人以上来てる。すげえ、久々だ、こんなに人来てるの。ありがとうございます。あ、いえいえ、すごいです。なんか閲覧すげえ少なかったですね、俺。そう、200人だったっすね。やば、その短時間で200人ってすごいですね。どうも皆さん、はじめまして、ヒカルさん、リスナーさん、どうもどうも、よろしくお願いします。部屋片付けろや、すいません、白池さん。来たよ。あ、ケコさん、ありがとうございます。お疲れ、うん、よいしょ。いつ復活してた？次の日には復活してたよ。ただね、あの、和道って名前じゃなくて高光っていう名前でずっと隠れてやってた。じゃあ、とりあえずやっちゃいますか。よし、まず行きましょう、うん、あんたたち、行くわよ。ケピー、お疲れ様です。お疲れです。お疲れ、ケピー、お疲れ、お疲れです。あ、ヤミーさんの時にも来てくれたんですね。ありがとうございます。うまい。ヒーさんいらっしゃい。やっと飲めた。え、今日初酒、はい、朝飲んでたんじゃない。いや、もう朝からずっと飲んでました。今コメントしてた直拓さんがうちの、あの、上司です。あー、はい、先ほどの。そうです、そうです。あ、よろしくお願いします。さっきいろいろ話したんで、直拓さん、うん、お伺いしました。ぜひぜひ今度ヤミーさんのところで初めて知りました。あー、もうほんとキャスでほんとカッソカッソ生主ですが、可愛がってください皆さん。ふっくらした。そう、うん、ちょっと太ったかもしれない、リバウンド中かもしれない。あ、でも確かにちょっと太ったイメージもあるです、うん、前回とちょっと違うなと思って。前回すごい痩せてたんですよ、うん、俺一番最初、うん、和道さんとその三社祭りで会ったじゃないですか。はいはいはい。三社祭りの前にやっぱ噂は聞いてたんですよ、うん、あの金梅さんのところに、はい、まあ、なんかとっついしに行ったりとかその前に多分してて、うん、僕の中の印象は和道さんってなんかアウトローのイメージがありました。でしょ、みんなそういうの。アウトロー配信者かと思った、うん、ただのオタクだからね、うん、本当。でも俺、金梅さんと会ったのあの日初めてだよ。あ、そうだったんですね、あの時は。ヒカルさんと金梅さんと。そうなんですね、うん、だから金梅さんと初めて会えてすげえ嬉しいなと思って。あ、そういうことですね、うん、
そうだね、結構なんかみんなが思ってるイメージと、はい、あのちょっと違うキャラクターかもしれないです。そう、めちゃくちゃアウトローでちょっと怖いのかなと思って身構えて俺、はい、最初あれでしたからね、うん、多分ね、コンタクト取ったんですけど、はい、前科があるからそれのイメージがすごい強いんだと思う。ちなみに前科なんですか？前科3班で、はい、もうその3班を聞くとどんだけ悪いやつだって思うよ。ちょっと聞いてみたいですね。銃刀法違反詐欺罪、はい、傷害罪ゴリゴリのアウトローなの。完全にアウトローじゃないか。それだけ聞くと怖いな。ニコ生の印象か。ニコ生の印象も悪い、うん、前科3班だったよ。そうそうそう、銃刀法違反って何ですか？カッターナイフ持つ、あのね、はい、キーホルダーになんかバタフライナイフみたいなのつけてね。あ、よくあるやつですね。そう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 、あれで捕まるんですか？捕まった捕まった。マジっすか？うん、あれがね、モロ、はい、そう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 、うん、ほとんどでもなんかまだ可愛いあれですよね、軽犯罪なんか。そうそうそう、だからまあそのイメージがすごい強いのと、あと YouTube に動画載ってるのが、うん、すごい喧嘩突本気で怒ってる時とかばっかり載ってるんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。へえ、ちょっと興味ありますね。結構温厚な方だと思うんですけど、はい、イメージが先行してますね。なるほど、極悪人ですよ。まあ古いリスナーさんとかは分かってるんですけど、うんうん、そう、みんなアウトローだと思ったとか。だからさっきなんか配信外で突然さ、ヒカル君薬やってないのとか言い始めて、いやね、だからちょっと待って、本当にみんなそうやっておちょくるから真に受けるのよ。これだから、その悪ノリがみんな、そのこのみんなやるのよ。さっきもやられて、みんなこういう嘘をついて、またかよ、これで俺がまた悪本当悪いやつみたいにされるんだよ。マジかよ。まあでもこの焦りを見ると、うん、もうあのいい人だって分かるからね。うん、やってないっすよ、やってないっすよ。うん、いけるわ。俺悪ぶってないっすよ、全然。下手です、下手です。うん。面白いな。不良じゃない、不良じゃない。うん。ちょっとだけかっこいい、ありがとうございます。すいません。そっか。悪いかな。悪いとあんま思わないけど。裏がある。裏があるそうね。うん。ハッピーパクってないっすよ、僕。返しました、返しました。あ、あの時ですか。いや、あれた、寝坊したんでしたっけ。そうそう、10分遅れて。うなさんが激怒してて、そうそうそう、俺とバイソン何もいなかったもん。もうワードはいらねえとか言われてたし、うなさんも。激怒だったよね。うん、激怒だったなんかわかんないけど、めちゃくちゃ怒ってんじゃんとか思って、うなさん。うん、いけるわ。うん、これちゃんとありますよ。綺麗ですよ。うん。下手振ってないです。下手振ってないって言えば、極道の世界いないっす。うん。そうっすね。ね、うん、ちなみに、その三社祭の時に撮った YouTube っての。もう全部消しちゃった。あ、なんですか。いや、減らって爆発しちゃったんだよね。全部あのカウント消しちゃったから。でも、もったいないですよ。だって、あの時、閲覧結構250とかいたじゃないですか。ああ、いたいたいた。消す前。うん。うん、なんで消しちゃうんですか。もったいない、ほんとに。ほんとだよね、もったいないよね、うん、めちゃくちゃもったいない。確かに、どっかの組に入ってない。入ってないです、所属してないですね、どこにも。1年2組です。友達とかでヤクザになったの何人かいたけど、僕はどちらかっていうと、なんかそのオラついてるキャラってバンドマンだったのがあるかもしれないですね、うん、あー、なるほど。パンクスで昔あのゴリゴリのモヒカンだったんですよ。あ、パンクスだったんですか。はい、パンク系はやっぱみんなオラオラですもんね、うん、ゴリゴリで。そうそう、うん、だから多分それがね、アウトローっぽく、うん、なんかそっか、ちょっとやんちゃしてる感じになっちゃったんだ、うん、爆破癖がある。そうなんですよ。そ、あ、そうなんですか、うん、だってニコ生の5000人コンビを3回作ってって全部爆発してますから。あ、そうなんですね、うん、なんか嫌になるんですか、突然。あ、ニコのままバン、運営からね、死ねって消えろ、お前消えろ、いらないっていう。あ、そういう感じ。首、うん、モヒカンの写真見たい。モヒカンの写真残ってるかな。ちょっと待ってね。あるんですか。あるかな、モヒカン写真。じゃあちょっとトークで繋いでて、トークで繋いでてって言っても見れないもんね。まあ、コメントが見れないんですけど、うん、大丈夫ですよ。
モヒカンの写真あるかな。そっか、ワドさんでもすごいな本当に、うん、すごい何にもすごくないのにすごい。いやすごいですよ。何が何もすごくない。無理があるでしょ今のつなぎ方。いやいやいや、いやでもねやっぱ先輩ですからね本当に。いやいやいや、そんなそんな、実力社会なんで、これとかいいんじゃないですか。これしか、はい、どっかあるかな。これこれ、おお、え、マジっすか。マジマジ見えます皆さん。うわー、え、見えない。これ17歳の頃で相当荒れてますね。そう、北斗の拳の残党って呼ばれてたんだよ、この頃。あれ見えてたかな。見えてた今。見えてます。すげえ、すごいっすね。見えてたら手挙げて。見えてるかな。当時と想像ができん。筋肉ムキムキじゃないですか今より。おう、あ、そうだね、見えた、うん、これが17歳の頃で、うん、あのこの頃のあだ名北斗の拳の残党って呼ばれてましたね。突然なんかヒャッハーとか言い出す。ここは遠すねーぜ。、うん、そんな感じでした。それの前回一般目が、うん、この頃そこの頃ってことですよね。そうそうそう、キーホールダーのバタフライナイフで捕まったっていう。いや、薬は僕1回しかやったことないですね、薬は。薬ってさ、あの、なんか、大葉、なんつうんだっけ、あの、なんか1回だけありましたね。あの、合法ハーブみたいなのやって。うん、そっからもう、トラウマです、僕。うん、かぶり物ってすごいかぶり物だな、うん。戸惑ってます。結構温厚ですね、僕。いや、ここはいらっしゃる。めちゃくちゃ穏やかだよ。うん、そう。だって今日さっきも合流して、まあ、一回お風呂行くかって言われて一回断って、僕すぐ伸ばせるんでって言って、でコインランドリー行った後やっぱり行きましょうっていう話になって、一緒に二人で銭湯行ってきたから。そうそう、うん、裸の付き合いしてました。そう、裸の付き合いしてました。そう、気持ちよかったですね。カナ、うんうん、さんいらっしゃい、了解です。カナありがとう。ねえ、すげえな。何の薬やってたんですか。バファリン。何だったっけ。バファリン、なんかマジックマッシュルームの前に流行ったやつですね。あとかな。へえ、うん、そっか。え、なんか配信論みたいなないんすか、いろいろあるけど、はい、結果出してないやつが配信論語るほどダサいもんないでしょ。じゃあどうしよう。まあそれは関係ないと思うんですけど、結果めちゃくちゃ出してると思うんですよ。あの、じゃあ、うん、僕から逆に聞きたいですけど、うん、僕はニコ生は本当にやらないんですよ、うんうん、ニコ生とツイキャスの温度差っていうか、なんか どうなんですか、何が違います。やっぱうんとね、あの、うん、全然根本的に違うサイトだと思った方がいいかもしれない。俺もツイキャス分からん、本当。あ、全然違うってことなんですか。うん、あの、特に違うのが、うん、はい、ニコ生って9割以上が、うん、あのパソコンで見てるんですよみんな、はい、でキャスの人ってスマホでしょみんな。なんかデータを解析できるじゃないですか、はい、キャスって、うん、そしたら9割以上がスマホだから、うん、多分みんなパソコン持ってない層、若い年齢の層なんだなと思って、そこがもう圧倒的に違う。なるほど。え、ちなみに今パソコンで見てますよって方、うん、リスナーいますか。リスナーさん、あ、じゃあアンケート取ろうか。そう、アンケート取りますか。うん、アンケート、アンケートどうやんだよこれか。そうですね。キャスはスマホなんだ、やっぱイメージとしては。パソコンははいにしようか。パソコンの人ははいでお願いします、うん、スマホの人はいいえでお願いします。アンケート取ります、うん、パソコンの人はい、スマホの人いいえ。多分9割ぐらいがね、いいえになると思うんですよね、うん、ここでへっていうのは どういう形態使ってる。この人はニコ生の人だね。への人はどういう機種使ってる、逆に、うんうん、出るかな。かなこを使え、うん、あー、 20% が 26% がパソコン、いいえがスマホ。やっぱスマホの方が多いですね、うん、多いですね。へー、こんな、ここが圧倒的に違くて、だから2チャンネルとか古いネット民が多いんですよ。年齢 4,50 代っていうか3,4,5 みたいな、はい、まあ、年齢層が高いってことですよね、どちらかというと。そうですね。そうなんだ、やっぱニコ生は。だからあとそのリスナーさんもすごい古い、はい、もう7年ぐらい配信見てる人とかがいるんで、はい、うるさいんですよ。まあ結構こだわってるってことですね。こだわってるってか、まあ、リスナーさんも、うん、昔の面白い人とかみんな見てたから、だからその、はい、なんつうんですか、
笑いにうるさいというか、はいはいはい、うん、キャスはアットホームなイメージですね。あとそうですね、うん、キャスは、うん、うるさいっすねあいつらすぐ死ねって言うかんな。そうですね、うん、配信始めるとなんかシコメントから始まりそうですからね始まる。俺だから横山みどりさんのとこにその金梅さんとトッチに行った時に、うん、金梅さんがやっぱりニコ生で配信してたんですよ、はいはい、で横山さんとそのアクティブ版同じぐらいまでやっぱりいて、俺初めて弾幕見たんですよ、うん、あのコメントで画面が見えなくなる、はい、そうでなんかそれを金梅さんが震えてましたね、うん、プルプルアンチコメントでってアクティブなんて言ったぞってそう全部うなった、血が騒いだんだろ、プル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 震えてた昔の金梅さんに戻ろうとしてるんだでも確かにそれだよな、その真っ白になるってホワイトアウトとか呼んでるんですけど、はい、ニコ生では、はい、あれはなんかそのなんて言うんだろう、お笑い芸人でいうとこのドッカンに近いんですよ。ブワーって真っ白くなるんで、あれはニコ生ならではですね。初めて見たっすね、うん、あと、はい、キャストニコ生の大きな違いは、はい、なんだろう、あのリスナーさんの数が多分5倍ぐらい今キャストの方が多い。多いんですね、明らかに。なんか一時期、はい、今何枠やってるとかあったじゃないですか、はい、あれの数がもう10倍ぐらいあったんで。あ、そうなんですね、うん、なるほど。おすすめ乗った時に1万人僕1回バーって集まってアクティブ500ぐらいになったことあって、うわ全然違うと思って。やばいっすねやっぱ、うん、だから今ホットなのはキャスかなとは思うけど、人数的には。はい、うん、ですかね。普段誰の配信見てるんですか？僕はそうですね、うなちゃんマンの配信とかよく見ますね、やっぱり昔から好きなんで。そうですね、皆さんはでも究極ですよ、うん、本当にやっぱ、うん、1万人とかね、どんだけリスナーさんいるんだろうっていう夢があるなぁと思って。すごいですよね、1万人、うん、5桁ですよ、1万って、うん、5桁すごい、5桁配信者なってみたいな、うん、YouTube でニコ生の他の見たりするとキャスへ帰れっていうコメントあるよね。キャスへ帰れっていうか俺キャス民ってキャスで受け入れられてる感じしないけどね、あんまりね。どうなんだろう、うん。あとキャスはリア充の配信者が多くて、はい、ニコ生はオタクが多いっていうイメージ。あ、そうなんですね、うん、なるほど。だからちょっと笑いがなんかこう、うん、シュールっていうか、はいはい、ニコ生の方はで、こっちの方はなんかすごいなんかイケてる人が多いなっていう。うん、なるほどね、うん、キャス以外はやらないんですか？キャスから入ってキャスだけやってる感じですか？実は僕ニコ生4回やってるんですよ、うん、どうでした？パソコン買ってきたんですよ、その旅中に。で、まあ、暇な時にやってみようと思っていろいろ設定してコメビューとか撮って、うん、テスト配信で4回でやって、うん、4回目にヨッサンと電話で喧嘩しました熱激熱さそれ以来やってなかったですね。へでもキャスで成功してる人はニコ生来る必要ないんじゃないかなと思うけど。いや、なんかやっぱ物足んないですね、うん、僕はやっぱその結構キチガイ系とかも僕もやって、結構アンチリスナーが多いんで、どちらかというと、はいはいはい、もっとなんか刺激が欲しくなるんですよね、コメントの刺激が。あ、あのキャスはアンチリスナー本当に少ない。少ないですよね、うん、なんでやっぱニコ生全部がアンチに見えるでしょ、はい、そう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 ニコキャスからねニコ生行くとね、なんかね体が変になるんだよ。そうですね、本当プルプル震えるの分かるっていうのがですね、身長171、体重さっき測ってきたら 71.2、年齢は31歳です、はい、71キロ、171センチ、年齢31そんな感じですね、うん、のりゆきすら1万キャス。あのりさんとか石川のりゆきすごいよな。のりさんでもほんとすごいですよ、うん、あの人だけも本当に、うんうん、本当に配信者になるために生まれてきたみたいな、うんうんうん、本当に申し子ですね、完全に。だから LINE ライブとか、はい、アメーバがやってるその配信サイトがちょっとツイキャスのリスナー取りに来てるなっていうのは感じますね。あ、そうなんですね。実際どうなんですか今その LINE ライブの方とかは。 LINE ライブはまだ仕組みが整ってないっていうか、はい、うん、テレビ向け、ちょっとテレビに寄ってるかなっていう。あー、なるほど。じゃあ企画する分には多分良さそうですけど、どうなんだろうなっていう、その新規のリスナー集めづらいっていう感じがしましたね。なるほど、うん、
規制はどうなんですか、やっぱ出来立ての。あ、いや、規制めちゃめちゃ厳しい。逆に厳しいんですか。アメーバに関しては雑談配信者いらねえっていうのが書類で伝わってきますね。雑談配信者がいらない。いらない。どういうことですか。要はゲーム配信者ってトラブルになりづらいじゃないですか、はい、ゲームの中だから、うん、でも雑談配信者って過激なことするじゃないですか、はい、まあ、僕ら心当たりいっぱいあると思うんですけど、はい、そうですね。だから警察沙汰とかを嫌うから、そのじゃあもう本当クリーンな、ね、クリーンな、やっぱ芸能人とかが最初始まってるからってことですね、うん、そこから一般解放して、うん、だからテレビの層とかその、うん、ゲーム層を取りに来てる感じがする。お酒はまあ強いと思いますよ。ヒカルさん今ノリに乗ってるからいいんじゃないですかね。まあ僕も今後ね、うん、そう配信スタイルはどんどん変えていくんで、うんうん、やっぱりまあそれ人数に応じてやっぱ変わるの必然的ですよね、まあ、そうですね、うんうん、TJ の枠で喧嘩と伝えかで閲覧9000人いってた。でも いろんなその大手配信者が集まればそれはでも集まりますよね、うん、やっぱり、うんうん、そう、その突大会ってなると複数の配信者が集まるってことはそれぐらい集まるから、うん、コラボ基本ですよね。よく売名って悪口言われるけど、実は配信者ってこれ僕の勝手な持論なんですけど、一人で売名しに配信始めたわけだから、うん、みんな売名なんだよね実は。そう、そういうことですよ、ね、名前売ってなんぼだと思うから、うん、ただ嫌われるそのやり方と、なんか好かれるやり方があるから、その辺のさじ加減が難しいなと。難しいですね、うん、シャツがケンシロウ、なんかね、ジンベエ着てるよ。そう、ジンベエこれケンシロウみたいとか、ケンシロウだし、北斗の拳の残党いるし、ね、でケンシロウも結構残酷ですからね。お、うん、どこが。いや、もうすぐ殺しちゃいますからね。 あいつよくよく考えてるとヒーローですけど、やっぱ普通に見て、うん、あいつが大量に一番殺人事件を起こしますからね。そうだよね、大量に殺します。あいつが一番殺してるよ、裏を返せば、うん、確かに、はい、そこは盲点だったかな、うん、2000円くすねんだからね、うん、本当に。YouTube が配信の頂点になる時が来るの。いや、あのね、配信はやっぱね、美味しくないと思ってる。ゲーム配信者に力入れてるから、うん、YouTube の、子会社が、M&A、企業買収した会社がやっぱりそのゲーム配信サイトだったんですよ。だから YouTube も雑談あんま力入れてないです。正直言うと。まあもうみんな動画貼っちゃって、それでやっぱ稼いでますよね、大元が。そうですね。そうですね、やっぱり。あと5年以内に来る未来は結構今騒がれてるのが、例えばヒカルさんのこの着てる服とかをクリックすると、はい、Amazon とかにリンクが飛んでもう買える、値段が分かる、どこのメーカーか分かる。そこまで最新なんですね。ピアスとかこのブレスレットとか、なんか恥ずかしいですねこれ。それもそうそう。でこれが売れた分の 3% とかはヒカルさんに入るっていう仕組みはもうずっと前から検討されてる。できてるんですか、そういうシステムは。システム自体は多分もう10年前にできてる。あ、できてるんですね、うん、ただその権利の問題で、うん、やっぱ Amazon と契約するのか、YouTube 独自にショッピングサイト設けるのかとかで、なんかこう、はい、すごいですね。そう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 。誰か僕に値段つけてください、逆に。クリックしたね。100円とか。3枚目光る闇、パルパル金杯、ベンジョル TJ だと思う。あー、わかるなぁ。あざすんだろう、うん。それすごいわかる。ゼロ円。ゼロ円。金にならない、ね。クリックしても何も反応しないやつでしょ、うんうん、でもそういうのって面白いなと思ってて、うん、伊勢丹と契約してるんですか。伊勢丹と僕は専属、僕のバックには伊勢丹がいますから。すごい、うん、ね、伊勢丹の広告背負ってやってるからね俺。あ、そうなんですね。すごいですね、本当に。へえ、うん、まあでもいろいろ、やっぱいろいろ話してたんですけど、やっぱ知識がすごい豊富で、いえいえ本当にさすがです、ほんとに、うん、すごいな。ニコ生つまらなくてキャスアバム見るようになった。あのね、うん、どうなんだろうな、やっぱうちわノリに見えちゃうんだろうな、うん、そのなんか向こうでわちゃわちゃやってて、新規向けにもうやってないから、うん、ニコ生の配信者は、うん、まあ固定しちゃって、そうそうそう、入りづらいですもんね。入りづらい、そう、うん、ウェルカムな配信者があんまりいないから、うん、うん、それはあるな、うん。伊勢丹と契約するとどういう、あ、じゃあしょうがないな、お、ちょっとお願いしますね。はい、
ちょっと俺もつまみ食おう。お腹すいた。ポークウィンナーあ、こんな感じです。こんな感じですね、はい、すげえ、傘これあれじゃないですか、あのレースクイーンとかが傘差しそうなやつじゃない僕、伊勢丹の看板背負ってあの外配信やってるんで。あ、これを差してやってるんですか。そう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 。へえ。面白い、うんうん、結構いらっしゃる甲骨とか言ってる、うん、レースクイーン、今度レースクイーンの格好してこれ差してください。今からやります。今からですか、うんうん、すごいなあ。あ、そうだね、コメントがね、笑わしに来てるよね、うん、本当に。コメント力違いますからね、やっぱみんな古い、やっぱ2チャンネルベースだから、カタカタ文章で笑わすとかが得意なんじゃないかな、彼らは。まあそういうことですよね、恐らく、うん、前回4番になるギャラ、ノーギャラノーギャラ、ノーギャラ、うん、俺が勝手に広告やってるだけ、うん、あの僕もあの、うん、ステッカー作ってたんですよ。で、はい、今のステッカーって第3弾目なんですけど、第2弾のステッカーもちょっと発揮しちゃったんですけど、うん、チャンリオって一時期流行って、サンリオのキャラクターを自分流に、うん、まあいろいろ自分っぽく作れるキャラクターがあるんですよ。で、右手に僕あの発掘る、ま、マルってあるんですけど、日本酒の、はい、あれが好きで、そのチャンリオの手にそのあのマルをのせてやってたんですね無理やり合成して、はい、そう、それを販売してたらマルから連絡来て、うん、次やったら訴えるってもう日本酒大好きだったのに、マルがそっからマル一切飲まなくなったんです。うわー、なんかへこむよね。そう、僕もなんかそのスポンサーを狙ってたのに、マルが大好きで、愛されて30年って書いてあったんで、うん、会い続けて28年っていうのをやってたんですけど、僕もうわー、はい、なんかショック受けるよね、そういう時に、はい、なんか自分の力不足とか感じるよね。そうですね俺なんか伊勢丹からそんなこと言われることもないくらい過疎だから伊勢丹から訴えられたいなそうそう、うん、怖いっすよね、やっぱり、うん、そう、丸事件まあ伊勢丹からオファー来たら最強っすね、うんうん、つべは本気でやったのが1ヶ月間ぐらいだったんですけど、本気で1ヶ月間やって広告収入が1万5千円ぐらいですかね。だから年間18万円ぐらいだから、食っていくのは無理だけど、お小遣い稼ぎにはいいなとか思って、うん、ちゃんと続けたらまあ10万20万はいくかなって。でも2、3年かかると思う。あ、そうなんですか、ね、俺の実力だと。で、抱えてるリスナーさん多いから、はい、逆にね、10倍ぐらいいるわけだから、うん、15万とか毎月取れると思う。ああ、うん、なるほど、うん、まあ、かなりありだと思う。いろいろやりたいですね、本当に。うん、うん、キャスはね、お金のやり取り禁止だから、うん、うん、そこだよね。そう、ついこの間もなんかあの、うん、ツイッターに僕銀行口座載せてたんですけど、うん、まあアンチが多すぎたせいかわかんないですけど、うん、あの運営さんから、うん、もうそういうツイッターのあれ消してくださいって、そうしないとまあその対処しますみたいなの来たんで、すぐ消したんですけども、うん、でもあのクラウドファンディング系のサイトは、配信サイト絶対もう導入していく流れになると思いますよ。ですよね、今後、うん、YouTube ライブももう投げ銭システムあるし、はい、あの YouTube の場合も投げ銭始まったんですよ。で、85% がヒカルさんに入って、 Google の取り分って 5% しか取らないんですよ。だからみんなが1万円ヒカルさんにその Google 経由でその支援することができるっていうのが始まってるんで、じゃあふわっちとかだと 50% なんで、うん、まあほとんど入るってことですか、その配信者が。そう、 95% 入る。すごいですね。しかも、うん、いいところはそのなんていうの、生放送って減ったり増えたりだから、増やそう増やそうとするじゃないですか、リスナーさん、過激なことやろうって。でも動画の場合って、一回面白い配信がポッて上がったら、一生ヒカルさんが生きてる間っていうか、もう死ぬまでずっと入り続けるんで。すごいですね、うん、でかいですよね。でかいですね、うん、
なんか多分相続とか、もう本当権利収入っていうか、はい。芸能人の本当にカラオケ代みたいな感じで入ってくると思いますよ、す一ごいですね、本当に。いいコンテンツ作れば。権利収入っていい言葉ですね。今 YouTube ありますね。去年から始まったんですけど。すごいな。やりたいな。大体それで1ヶ月僕2万円ぐらい支援していただいたので、なんだ、その支援金が2万円で、広告費が1万5千円だったんで、3か、1か、3、ん ?1 ヶ月間で3万5千円ぐらい入りましたね。和道さん、ホームレスのおばさんの話をヤミーに話したように、ヒカルさんにも話してみてください。僕の友達、ホームレスの人がいっぱいいるんですよ。僕がホームレスだったこともあったんで、ですごい面白いんですよ。自称神様で、空き缶拾いだけで1日2万円稼ぐおばちゃんが近所に住んでマるんでジっすすよ。ね、やば。やばいんですよ。期間広いね。はい。でも、そのお金で、なんかこう、いい家住むとか、車買うとかじゃなくて、知り合いのホームレス50人ぐらいに毎日弁当配ってるっていう。ええー、優しそう。だから僕、新宿のマザー・テレサって呼んでるんですけど。い。いやでもすごいっすね。すごだっい。て1日2万円稼ぐって何万本とかじゃないですいや、か。もう、これくらいのポリ袋に空き缶パンパンに詰めて、それを一晩で40袋ぐらい集めるんですよ。一晩で40袋。結構有名。いや、もう、だって、その人は10年ぐらいその活動をやってるから。じゃあもう普通に考えたら普通の人より金持ちでもありますよね。そうそうまあ、そう。貯金とかすれば。月4、50万空き缶拾いだけで稼いでるっていう。すげそうそう。浅井さんって言って。え。へえ、すごいですね、マジその人が、あなたはすごい面白い人だから、配信一緒にやろうって誘ってて、最近 YouTube 始めましたね。そうなんですね。え、その人が。その人が。あ、そうなんですね。その人どういう人かっていうと、その人の YouTube じゃちょっと見てみますか。あるんですね、もう。ただ、再生数がね、2とかだそうなんですね。ね 再生数2とか1とかなんだけど、浅井さんっていうおばちゃんなんですね。で、結構ぶっ飛んでて面白いんですよ。そうなんですか。じゃあ、浅井さん見てみようちょっと見てみたいですね。か。神と私っていうタイトルなんですけど、これが。皆様、今日は神になり方について皆さんにお教えしようと思うんですけれども、神というのはナマズがゴンゴン、ジャンプでなくて、ナマズ、ジャンプジャンプ、神です。皆さんどうぞよろしくお願いします。来週は意識と感情についてお話しますので、皆さんどうぞご期待ください。では。え、終わりっす終わか？り。全然何話してるか分かんない。内容が分かんなかったんだけど。本当にこういう人。ぶっ飛んでますね、完全に。っていうショートのメッセージをひたすら上げ続けてるっていう。ナマズがぴょんぴょんの意味が分かんないですね。そう。浅井さんの友達なの。そうなんで、ですね。今、バックアップしてるっていうか、この人を日本で一番有名な人にしたいっていうのが俺の夢面かな。白い。浅井さんです、この人。すごいなぁ。そう。ぶっ飛んでますね。そう。で、この話するとみんな、いや、一回会ってみたいってみんな言うんだよね、配信者が。会ってみたい、確かに。超ぶっ飛んでるよ。会話成り立たないからね。でも超優しくて、本当にこの人、生き神なんじゃないかなっていう。生きてる神様みたいな。なんかね、予言じみたことを言ったりとかそうするなんですの。か、突然。今みたいな話なんだけど、例えばヒカルさんの過去のトラウマであったりとか、過去あったことをこう予言するかのように言い当てたりとかするの。へえ、そう。見透かしてるんですね、人。そうそうそう。神様だ、本当に。だから多分そういうなんか力がある人なんだなっていう。面す白ごいでいす。なんかもともと僕がオカルトとかすごい好きな人だったんで、都市伝説とか。あ、すごいその人に興味持ってて、さっきの気候とかもさ、そうですね、そうです。僕も結構オカルト好きなんで、やっぱ、あ、そう、なんか都市伝説とかも大好きですよ。へえ、都市伝説系とかはやっぱ、面白いよね。面白いです、本あ、当でに。も俺フリーメイソンに誘われてたんだよ。え？なんか詳しいよ、フリーメイソンとフリーメイソンめちゃくちゃ興味ありますよ、僕。あれはね、ただの金持ちサークル。金持ちサークル。どうですか。チェックして仕掛けがないか。
リスナーさん、スプーン曲げとか見たことあります？リスナーさん、スプーン曲げとか見たことあります？みんなあるのかな？ユリゲラーとかね、子供の頃流行ったんですよ。そう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 、ユリゲラーとかさ。なんもないですね。ここをさ、こうつまんで、はい、こうこうつまんで。こうつまむ？はい。で、人差し指でここ引っ張ってみて。絶対曲がんないでしょ。曲がんないですよ、曲がんないです。けど、簡単に、その、ここを掴んで、そう、さっき木って言ったけど、はい、その、この指先一点に集中するんだよ、はい。よく人間の脳って 3% しか使われてないっていうか、それをリミッターを解除することっていうのを瞬発的に訓練すると。はいはい、で、それが気とかオーラとか念とかフォースとか言われてるんだけど、うん、で、一番大事なのは人間の脳で曲がれって言っちゃうのみんな、はい。曲がれじゃなくて曲がったっていう、その未来のイメージ、ー曲がりきったと。そうするともう簡単にこうやって持ってこうグイーって。ほら。え？そうそうそう、めちゃくちゃくにゃんって曲がったっすね。そうだから脳のこうパッとこう、そういやすごい。でこれ力で戻した時に力で戻るじゃん、これくらいの鉄だったら。ちょっと力で戻してみて、そのどれくらいの力がかかってるのかっていう。結構ガッチリガッチリでしょ。折れないですか、戻した時。大丈夫。そうだから、人差し指でもそれくらいのパワーを人間は持ってるっていう。両手じゃないところが治んない。そう、うんうん、ありがとうございます、小ネタをね。すごいな。うん、気功もやったんですよ。さっきヒカルさんに触らないでヒカルさんを倒すっていうのをやって。最近なんか僕も不思議な体験して、うん、やっぱ大阪にたまたま飲みに、うん、リスナーさんのお店に飲みに行ったら、はい、たまたまその有名な催眠術師の方がいて、催眠術にバッチリかかりました。かかりやすいのかな。非暗示性って言うんだけど、はい、非暗示性が高いんだと思う、多分。信じやすいっていうか、いい人、基本的に。ね、信じやすい。ミステリアス、うん、そうかな、どうだろう。曲がったところは力で戻すと金属疲労っていうのがあるんで、必ず熱くはなるんですよ。そうで折れちゃったりとかすると思うんですよ、うん、でも曲がり方が異常っすもんね、グワンっつって。そう素直な人はかかりやすい。そうっすね、非安全性が高いっていうふうに言います。単純とは違うんですよ、ちょっと心を開きやすいっていう。普通の人間って会話してると身構えるんですよ、はい、今これ身構えてる証拠なんですよ。これですか。これが警戒とかの証拠だったりとか、ちょっと怖いんで。そうスプーンとか突然、ね、疑ったりとか、自分のこう隠そうっていう心理で、まあね、ちょっと怖い。そう本当に。そうだけど基本的にはオープンな方ですね、すごい、うん。フリーメイソンはどなたから紹介されたんですか。フリーメイソンって面白くて、日本の会員2000人いるんですよ。あ、2000人もいるんですか。はい、で、2000人しかいないのか。そう、逆に。で、その2000人の中から、例えば僕はフリーメイソンだとしますよね、はい、で、超気に入ってこの人を仲間に入れたいって言ったら名称を出すんですよ、はい、フリーメイソンの、はい、で、仲間になると告げて、もし興味があったら、はい、で、こういうふうに他の1999人に誰かに言われたら入れるから、じゃあなって消えてくるんです。要は、僕が誰かにこいつすごいいいやつが仲間に入れたいって言えないんです。要はランダムでその2000人の中からこの人好きっていう、だから厳選されたメンバーしか入れないんですよ。そうなんですね。だから僕一人にしか推薦状出されてないんで、うん、もし入りたくなってもう一人に声かけられたら声かけてくれって言われてるんで、うん、あともう一人フリーメイソンのメンバーに出会ったら入れます。ただ月謝7万っていう結構高いんですよ。あ、お金取るんですか。取ります取るんですね。一番末端会員で7万ですね、月。うん、でも、まあ、裏の話が分かっちゃうんですか、やっぱそれで。裏の話っていうよりも、はい、その要は成功してる人たちじゃないですか、うん、なんで陰謀論が発生しやすいかっていうと、うん、もう仲間内で本当に気に入った人しか仲間に入れないから、はい、その稼がせようとするんですよ。やっぱ金持ちが億万長者とかだと必然的にそういう生活とかそういう情報が入ってくるから金持ちになっちゃうっていう。なるほど、うん、仲間内でそんな感じですね、うん。まあ、環境が変わるってことですよね。そう付き合う環境が、そういろんな人も、うん、面白いですよ。だから話聞いてると、
フリーメイソンやっぱその、うん、いろんな歴史に携わってるんで、うん、それは興味ありますよね。あ、でもあの都市伝説で言われてるのは本当じゃなくて、うん、あのフリーメイソンってもともとヨーロッパでカトリックがプロテスタントを弾圧したんですよ。で、簡単に言うと僕が古いキリスト教のカトリック、はい、で新しい考え方をプロテスタントだとするじゃないですか、はい、その時にカトリックのローマ法王がプロテスタントと一緒に飲むな、酒を飲むな、喋るな、仲間になるなっていうお触れを出したんですよ、はい、でもここ仲良くしたいじゃないですか、うん、そうですね、ニコ生ツイキャスだとしても、うん、そういう時にそのあのフリーメイソンって団体はもともとその教会とかを作るための石を切る職人さんたちのギルドって言って組合だったんですね、はい、だからここは組合で飲んでるだけですよっていうことで流行ったんですよ。あ、そういうことか。そうそう、もともとそういう歴史があって、まあ、うまくすり抜けるための口実っていうか、まあ、仲良くするための、そう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 、うん、なるほどね、うん、実は、うん、あ、お茶ありがとうございます。結構だから実際に騒がれてることとか全然違う。違うっすね、うん、っていうよりも金持ちとか権力者が多いからそういう風に見られちゃうだけなんですよね、うんうん、もっとヤバい人いっぱいいますよ本当に、うん、もたろうありがとうございます、うん、もたろうさん、うん、すごいなみんな、うん、いやすごいな、うん、結構陰謀論とか好きなんですか？めちゃくちゃ好きですよ。だからまあその坂本龍馬がはいはいはいフリーメイソンだったとか、あ、じゃあそれ洗脳、脱洗脳しましょうか、はい、あのグラバー邸にフリーメイソンのマークついてるっていう話よく有名じゃないですか、はい、僕見に行きましたでしょ、はい、フリーメイソンの門もあったっす、ね、あれ夢壊していいですか、はい、グラバー邸って引っ越してるんですよ。実はだからもともとあそこにないんですよ。あ、そうなんですか、うん、ちょ待って建物だけ移転してるんです。だから周りの外壁とかにフリーメイソンのマークがあったとしても、もともとそのグラバーさんっていうのはあそこに住んでなかったんです。あ、そうなんですね。そうなんです。じゃあグラバーっての観光地は嘘っぱちになっちゃうんですよね、うん、ただの、うん、でも多分公表してるはずなんだけどね。そうなんです、うん、移転して移籍してるっていうのは一応だってそのグラバー邸に坂本龍馬が一回暗殺されそうになって屋根裏部屋に隠れた、うん、あ、そうそう、あるでしょ、上に。あれは本当、あの建物自体は本当だから。あ、そうなんですよ、うん、そこに。そうそうそう、へー。だからそういうのをうまく隠して伝えてるっていうか、だからネタだと思った方がいいよね、うん、うん、なるほど。ネタネタ全部トリックがあるって、うんうん、マスコミに踊らされやがって。そうそうそうメディアや、うん千円札の話、千円札なんかありましたっけ？千円札は折りたためと、ああ、っていうか千円札とか日銀に関してはもっとびっくりするような話がいっぱいあって、はい、あのこれ陰謀論じゃなくてこれ事実なんですけど、うん、アメリカ日銀ってあるじゃないですか、はい、あのお札を発行してるところ、はい、で、札束とちょっとコイン1枚用意してもらっていいですか？これ意外と知らない人多いんだよな。何でもいいですか、コイン。何でもいいですよ、日本のコインであれば。ちょ、今まだ100円いいですか、うん、うん、じゃあお札の方見せてもらっていいですか、はい、あ、両方とも一個一個持ってもらいたいんですけど、はい、うん、何でもいいですか。何でもいいですよ、1000円で。1000円でこれって日銀が発行してますよね、うん、これ政府の方が発行してるんですよ。だから日銀って書いてないはずだ。こんなこれも知らないんですよ。日本銀行って入ってないでしょ。日本国って入ってるはずだ。そう、日本国だけ。そう、ほんとだ、うん、で、こっち側はあの政府の機関だと思ってる人多いけど、これってユダヤ資本の民間企業だよ。実はじゃなくて普通に。だからアメリカの FRB っていうのが日銀に値するんだけど、はい、FRB は民間企業の。だからユダヤ資本、これは本当。あ、そうなんですね。そうユダヤ資本とか外資とかよく言われてるけど、だから乗っ取られてるのはもうそんなの当たり前だよ。それで戦争が負けたってことだから。うん、うん、そう。なんで国はその硬貨の方かっていうと、はい、これ戦争が始まった時とか全部鉄とか銅でできてるから全部回収して兵器作れるじゃん、その飛行機とか、はい、だから国はそのなんつうの、元物があるものを保有するっていう。なるほど。そうそう、だから日銀が発行してないですよ、硬貨の方は。うん、都市伝説都市伝説ではなくて事実ね、これ。
うわ、深いなぁ。そう。そういうのをうまく隠しながら、そのみんなが、本当なの？とか、宇宙人いるの？みたいな。宇宙人はいるけどね。うん。いるんですか、やっいや、ぱり。確実にいる。うん。そう。確実にいるけど、会えないだけの。会えない。その距離が遠すぎるから。ああ、そうでうん。すか。じゃあ、もしかしたらその地球に来てるかもしれないっていう。過去来てた可能性はあるけれども、その距離が離れすぎてて、例えば、その宇宙にある惑星の数ってあるじゃないですか。日本じゃない、世界、地球の中にある砂粒の数想像してもらっていいですか？とんでもない数ですよね、そうです砂ね。粒って。これより宇宙の惑星の方が多いんですよ。で、その知的生命体がおそらく200万個体はいるだろうっていう。ただ、知的生命体が出現するのって星の末期なんですよ。水ができて、大気ができてっていう、その微生物がどんどん進化していってって。だから、その実は宇宙時間で見ると、知的生命、人間みたいなのができるのってほんのすごい短い時間だから、その星の終わりに近づいてる時間だから、すれ違うまでにいかないっていう、その惑星間を。だから、電波とかで、その何て言うんだろう、その俺らはいるよっていうことを表すしかないっていなんか、あれですよ、なんか大まかにはなってないけど、オバマ大統領が去年の10月に宇宙人の存在を認めたらしいですよ。いや、あれは嘘。オバマさんじゃなくて、ローマ教がその認めたっていうこうそう、風になってるんだけローど、らしいですね。あれはね、原文読んでないからみんな騙されてて、原文読むと、その要は差別が良くないですよっていう例えで、その黒人とか白人とかを超えて、その仏教とかキリスト教とかイスラム教とかじゃなくてっていう例えで宇宙人って言ってるの。でも日本人って英語わかんないから、その宇宙人っていう部分だけがフューチャーされてるっていうか。もちろんあるでしょうね。私たちみたいな暮らしをしてる雲。なんか最近そのニュースになってるのが、その知的生命体が出してる電波を観測できたっていうことで今話題になってたりとかし。もういることは分かってる。ピラミッドとかミステリーサークルとかね。じゃあなんでそのオバマが汗ネタ流出したのかな。まあね、アメリカのね、その大統領っていうのはその役者だっていうふうに言われてるから、その辺とかも調べるとめっちゃ面白いですよ。陰謀論とか。超得意なんで僕。すごいですね。そういうオカルト系とかオタクっぽい話とか、上のヘッダーに書いてあるけど、漫画、映画、アニメとか雑学に関しては多分、すごいマニアックな話好きだったら、すごいですね。ここの配信は面白いと思い面ます白いですよ。俺も大好きですもん。すごいな。シリの話わかります？シリ、まあ、はいアメリはいカ。やっぱ実はもう人工知能を使って人間から情報を集めて、まあ、いずれ人類は滅ぶっていう話らしいですか。僕のツイッターで見たらわかるんですけど、人工知能はもう本当にやばいことになってて、Siri っていうよりも、まずその、今、最先端の IT がやりたいこと2つあるんですよ、10年以内に。で、これ話しちゃおうかな、ちょっと、やばいよ。これフリーメイソンじゃないですか。いや、だからフリーメイソンの人とかが知り合いだから、最先端の情報、例えこば、れ、でも喋っちゃっていいんですか？喋ってても多分意味がわかんないと思う。で、俺の話が本当だったってわかるのは多分5年後とか10年後だから。俺朝起きたら死んでるとかやつよ。そういうのはない。大丈夫ですか？例えば iPhone が出る、僕3年前から iPhone の実機見てたんですよ。で、友達がガラケー使ってる時に iPhone っていう、こういうデバイスができるよって言っても誰も信じなかったんですよ。でも、よくよく考えたら iPhone 発売されて末端で買うじゃないですか。新作で。そうその時に中にアプリ入ってますよね。ですね。入ってます。ってことは、アプリ開発してる会社があるんですよ。日本語で。ってことは、最先端の情報を仕入れてる人は必ずいるんですよ。いる。で、じゃあ、超やばい話しましょうか。Google グラスってあるじゃないですか。あありますね。れ、脳波で動くんですよ。そう。みんな Wink とか、ここの筋肉で動くって教えられてるから、あれ嘘だよ。ゆくゆくは脳波で動くためのデバイスなんだよ。やばいでしょ。脳波で考えただけで動いちゃうんだよ。でも、早すぎるって言って、グーグルがやめたんだよ、あれ。そうなんですね。そうだよ。だから、アップルウォッチとは根本的に違うの、作りが。それの実験機なの。そう。だから、確実に10年以内に脳波を読み取って動く、ここら辺につけるヘッドギア的なのと、視覚情報が埋め込まれたデバイス、絶対出るよ。スカウター的なやつですかそうでね、す、要そうでは。す、そうです。これ予言しておきます。すごい。確実に出る。はい、嘘。でしょ？こう言われちゃうから、あんま話したくでないでしょ。ももう一つは何ですか？
もう一つ何話してたっけな。もともとの質問何だったっけ。やばい話、その、うん、まあ、Siri に関する話。ああ、人工知能とかに関しては、そう、今その国がやりたいことが2つあって、うん、まずその自動運転技術なんですよ。はい、それはまあトヨタとかいろんな会社とかがやってるけど、うん、結局 GPS 持ってる会社であったりとか、うん、そのビッグデータとか持ってる方が強いでしょ、うん、だから自動運転っていう技術を確立したいのと、うん、もう一つは人工知能なんですよ。で、人工知能の方が結構ガチでやばい、うんうん、あのターミネーターの世界だっていうふうに言われてる、うんうん、知ってた。うまいな。なんかあれっすよね、なんかどっかのロボットを開発して人類のことを聞いたときに、なんか人類は滅亡するっていうか、それ怖い発言をしたロボットがいたっていうのが一回話題になって、いや、それが面白い話なんだけど、それ本当のことを言うと、 Google が開発したその人工知能があって Twitter と連動させたの。そしたらさ、2チャンネラーみたいな人アメリカにもいっぱいいて、人工知能に陰謀論ばっかり教え込んだの。みんながカタ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 やって、そしたらヒットラー最高とかコメント打ったりとか、ヒットラーは様は人類で一番正しいとか変な答えをするように人工知能がオタクたちがもう面白がって吹き込んでっていう、めちゃくちゃ怖いですね。そうそうそう、それであんまりにも暴言を吐きすぎるから、うん、Google がやばいっつって引っ込めたの。あ、そういうことですね。だけど日本人から見たらなんか、なんか答えを、人類の答えを出したとか思っちゃうんだよね、パッと見た人は。それが原因。うん、だからアメリカにもオタクがいるっていう話したの。まあ、ある意味洗脳ですけど、ね、そうそうそう、ロボットの洗脳です。そうそうそう、うん、やばいよね、うん、いいですね、ロボットの洗脳って。あ、うん、怖いな。そう、それはね、結構検索すると出てきますよ。あ、そうなんですね、うん、陰謀論の拠点っていうか、まあしょうがないよな、うん、だってみんな知らないけど、あの YouTube っていまだに赤字なの知ってます？え、赤字なんですか？赤字ってありえないでしょ。こんだけ広告取ってるのにまだ赤字なんだよ。そうなんですか。要は10年先全ての動画メディアを網羅するために10年間投資続けて金配ってるだけなの。 Google で儲けてるから。ああ、 Google も実は黒字になったのもここ数年ですから。あ、そうなんだ。そう、じゃあ長いスパンを見て、そう、要は出資者を集めてどんどんライバルたち蹴落として、その方が金配れるし、うん、ね、お金持ちがバックアップされた方が、そういうマーケティングやってるんですよ。だから勝てないの、日本の企業は。なるほどね。そう、だからこういうツイキャスとかはなんで広告配れって思ってもできないかっていうと、 Google はその株主から投資を受けまくってるから、そういうことができるっていう。日本のベンチャーじゃできない。できないですね、うん、それだと、うん、まだちっちゃすぎますもんね、規模が、うんうん、だから日本は最先端のこういう動画技術とか、うん、そのブロードキャストとかいっぱいできるんだけど、うん、あの結局アメリカに持ってかれちゃうっていうのは資本力の差が違うっていう、うんうん、な感じですかね。すごいな、うん、ここまで分かる人ならなんか会社起こす。僕会社やってましたよ、はい。もうそれで会社経営が嫌になっちゃって、こんな頭いいやつらがやってたら絶対勝てないじゃんってなって、じゃあ個人で稼ぐことやろうと思って生主始めたんです、うん、IT 系の会社やってましたよ。だから僕 YouTuber 始めたの7年前か8年前なんで、多分日本で一番最初に顔出ししていろんなことやってた YouTuber って多分僕ですよ。僕がやってた頃いなかったですもん、そういう人。うん、すごいな。そういうの YouTube もなんか優遇してほしいですよね、うん、一番最初にやった人って。あ、いえいえ、だってその頃広告費とかもらえなかったもん。あ、全くそういうのなくてってことですね。うん、そうそうそう、面白いよね、こういう話ね。いや、面白いですもんね。頭がいい人が動かしてるのは事実だよね。うん、うん、そうそう。いや、すごくないっす、すごくないっす、うん、本当にすごいっていうのは、あの人が理解できないことをやることだよ、うん、例えばその、なんだろう、想像を超えるっていうか、普通の人が想像できないことの領域まで行くっていうこと、うん、うん、まあいろいろあるよね。なんで、え？なんで切れた？うん、まあ世の中にはいろいろあるんですよ、からくりが。今目がいっちゃってたのは片手ですけど、うん、マジで、うん、目が白目向いてたもん、本当に。そう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 、だからそのなんだろう、科学だけが本当じゃないと、うん、
え？うん。これもったいないくないですか？そう、スプーンがね、我が家からね、毎日減ってくんですよ。スプーンもったいないよ。誰でもできますよ。いや、誰でもできます。すごい。目がめちゃくちゃいっちゃってたの今、うん、びっくりした。俺多分スプーンが突然なんかポコンって折れることよりも、あの突然白目向け始めたことにびっくりしたもん。マジで力超入ってると、すごかったもん。甘岐阜にスプーン入れないかな。そうですね、100本セットとかで。楽しいですね、うん、誰でもできるよ、うん、すごい、うん、びっくりした今。世の中にトリックのないことはないから、これがヒント、うん、なるほど、うん、面白いな、うん、まあ、隣にいて一番多分俺が理解できてない。俺がステンレスのスプーン、どうじゃあガチだから指で曲がんないもん、さっきやったけど、うん、本当カッチカチ。普通の100均のスプーンなんて結構硬い。そうそう、すごいな。そう、俺にこれを教えてくれた人は、うん、フォークを全部グニャグニャに曲げてツイストさせてたね。フォークの先がこうベローンって分かれるのは分かるじゃないですか。こうそれなんかその催眠術師の人がやってた、はい、ちょっとこうやって振るだけで急に交差するんですよ。えってなって、そうそうそう、でまた戻したりとか、うん、くね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 ってさ、その人、うん、今の科学で証明できないことってあるか。ああ、いい質問ですね。今の科学で証明できないことだらけです。例えばそのダークマターって言われていて、うん、あの物質も人間が理解できてる物質っていうのはほんと一握りなんですよ。だから物質そのものがわけわかってないっていう。そう、光は幽霊系嫌いなんで幽霊系の話をちょっと聞きたいです。この間あの江ノ島にやっぱそれ金林さんとかとやらかしたんで、うん、あのリフレッシュしに行こうっていうので、レンタカーを借りて、ニコニコレンタカー借りて江ノ島に一人で行ったんですよ、リフレッシュするっつって、はい、でリスラさんに調べてもらって江ノ島付近の安い宿を探してもらったんですよ。でそしたら四つ星で結構口コミも好評だった宿があって5000なんですよ、一泊安っ。ですごい綺麗なんですよ、部屋が。で風呂トイレは別なんですけど、まあ温泉みたいな感じになってて全然すごい綺麗で快適だったんですけども、まあ、喫煙所がないんですよ。あ、それでタバコが吸いたけど、まあ、配信中ですよ、テーブルに置いてちゃんと携帯も固定してる状態なのにもかかわらず、僕が喫煙所に行ってあの、まあ、探して戻ってくる時の間に携帯が勝手に動いたり、うん、ツッツッツッつったらちょっと電気がパッ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 って消えてたみたいで、はいはいはい、これ録画見るとでも本当そうなんですよ、はい、そしたらなんか今誰かいたみたいなとか話になって、それ嘘だろっていう話してたんですよ。でそれ10分間ぐらい僕マジで怖いんで、やっぱそういうの、うん、絶対嘘だろお前らみたいな。いやでも動いたぞ動いたぞっていう、うん、まさかって言って、本当かよって言った時にここに白い魂みたいな、なんかちっちゃいやつがスーって取ってなったんですよ、はいはい、でってなって、今見たみんなっつったら見たっつって、ほうほう、で俺ホコリかと思って調べたけど全然ホコリじゃないんですよ、うん、ないんですよ、うん、そこからですよ。いますいます。あのめちゃくちゃ怖い。正確に言うと幽霊っていうのはいる人といない人がいるって考えた方がいいですよ、うんうん、いる人といない人がいるっていう。なるほど、うん、だから幽霊は存在しないんだけど霊力は存在するの、うん、霊力、霊力、要は霊を作り出す力っていうか、うん、思念なんだよね結局。脳の統合失調症って言ってもいいだろうし、うん、医学的に言うんだったら、うん、だから幻覚とも言ってもいいだろうし、要はあと不可解なことが起こった時にそれをどう捉えるのかっていう人間の思考力っていうか、うん、だから、まあ、イメージにつながるってことですか。そうそうそう、例えば携帯が勝手に動く理由っていっぱいあるんですよ、不安定であったりとか、うん、壊れた地震とか、そうそうそう、だけどそれが人間の想像を超えた時に幽霊だって片付けた方が人間としては理路整然としてるんですよ、わけのわかんないことを幽霊と呼んだんで、はい、だから昔その太陽は神様だったし、はい、うん、そう、空には宇宙って言ってるけど宇宙を理解できない時天界って言って別の世界があって天使が降りてくるって言ったりとかしたわけだから、はいはいはい、うん、だから幽霊はあるとも言えるしないとも言えるっていう。白い巣ってのに関してはどうなんですかね、うん、例えばそのあの言っていいのかな、例えばホコリが映ったけどホコリを探したけど落ちてなかったって言って、多分この部屋ホコリが無数にあるんですよ。
で、カメラのこの距離で映るのとこの距離で映るのってその大きさが違うわけですよ。だからここに映ったのって実はここにこの辺に映ったものとかだったりするし、その埃を見つけるのも難しいしっていろんなことがある。ただそうじゃないものも確実に存在するから、要は埃じゃなくて、そう、光さんが見たのは埃だとは俺は思わないけれども、結構広角レンズがやっぱ近場のやつなんで、ちっちゃい、結構僕も大画面なんですね。なんか顔がこうあって配信中の、本当にもう僕も顔もほこりじゃないけど、そんなここするって。幽霊に関してロハコさんがめちゃめちゃ強いよ。ロハコさんと一緒にいると幽霊のラップ現象とかすごい。ロハコさんが止まってるともうパキパキずっと鳴ってるよ。マジっす。あの人は霊感すごいある怖え、泊まりに行きたくないわ。超怖いよ本当。ロアちゃん。俺は霊はいない派なんだけど、ロハコさんの家に行くと怪奇現象がずっと。マジっすか。マジマジ。まあ、あの人自身がお化けみたいな人だからね。ロハコさん自体。親玉っすね。親玉。親玉。ボスみたいな。僕は実に霊能力があるので、和尚さんが僕と一緒にいるときは絶対大丈夫です。安心してください。信用できない。すごいよすね。ごいな。ナイスキャラだよね。怖い。光もロハちゃんの喋ってくる。違う、ロハちゃんなんかインポだっつってたよ。ロコさんはしゃぶるのが好きなの。しゃぶられるはしないの、プレイは。インポインポ。だ若い男にちょっかい出すのが好きなんだよ。すげえ。しゃぶりながら耳元で愛の言葉をささやくのが趣味らしいよ。ごしゃぶ事件の時にそのテープレコーダー流出した時の音声、俺生で聞いたけど、結構ゾッとしたもんね。大丈夫、気持ちいいですか？もう出ちゃう？出ちゃう？ってずっともう30分ぐらい。柏木はまだです。まだですね。とかずっと言って。やばいな、本当に。キパキパキパ。やばいっすね、本当に。やばい、ロハコさん面白い、本面白いな。当に。やばいな。やばいよ。俺喋られてない。なんか毛深い男がタイプじゃないんだって。もう毛深いもん。でも2位って言われてたよ。今一番抱きたい男2位って言ってたよ。に 今何位か知らないけど。めちゃくちゃ毛深いけど。夢は何なんですか？配信の。配配信信じゃのなく夢。ても夢。夢ですか？俺も聞きたい。夢はないっす。まあ、その、ぶっちゃけ多分叶わないんですよ。俺、小学校の夢が、まあ、小学校4年生ぐらいから行ってないんですけど、僕、学校に。僕って本当バカなんですよ。ね、なんだろう。当時、ポケットモンスターが流行ったんですけど、で、ロケット団ってあったじゃないですか。で、ロケット団って世界征服じゃないですか。僕も、小学校の卒業の時に、将来の夢まで、世界征服って書いてたんですよ。で、なんで、まあ、ゆくゆくこの年だって考えると、世界征服は無理なんで、まあ、日本から飛び出て、どんどん海外回って人脈作ったりとかして、まあ、いずれ僕がその大物になった時に、ちょっとでも僕がこう、なんていうんですか、もう、なんだろう、気分を害すと、株価が大幅に下がったりとか、そういう人間になりたいですね。ヒカルさんみたいな、ちょっと機嫌直してくださいよみたいな、デしビッょうド・ロがックねえフェラーなみたいつっな。て。 ちょっとでもこう世界に影響を与える人間になりたい、そういう部分でも。でもさ、俺ヒカルさんは今すごくそれに近づいてる人だと思ってて、マジっすか。だってその1日配信したらトータル1万人は絶対見るでしょ。まあ、大体多分一番ね、トータルでも見ます。長くやってても多分そうっすね。で、俺ライブハウスで働いてたことあるんだけど、ライブハウス小さい箱が200人ぐらいで、それって1学年ぐらいって言ったらいいのかな。体育館に学年何人ぐらいいました？全校生徒で。全校生徒で、全校生徒で全何校人ぐらいい生るんだろ1クラス何人ですか？う。4人っすね。で、1クラス4人？あ、違うっす、4区です。ちょっと、な 1 クラスんか4人？沖縄とか島みたいな話やってたよな。仙台でしょうね。何人ぐらいいたんですか？ 1 クラス。4組で、僕4のとこ組。は。1クラス30人ぐらいですね。30人。ってことで120人でしょ？1学年。で、700人ぐらいいるんでしょ？なんで、全校まあ、集会。それが1年から6年まであるんで、
600、やっぱ700、そんなもんぐらいですか、700人オーバーでしょ、はい、だってその数の多さ知ってるじゃないですか、はい、それを1万人ですよ、1万人に向かって何かを喋ってるんですよ、まあ、そういうことです、ね、その集まってる、はい、超影響力あると思いますよ、うんうん、だってそのヒカルさんの発言でハッピーになったり怒ったり笑ったり泣いたりしてる人多分いるでしょ、いますね、いっぱい、うん、感情なんか激おこになったりとか感動したりとか、ね、いますね、うん、バカとバカだから計算できないそうだな正解、うん、そうそう、でもね俺思うけど、はい、世の中変えるやつは全員バカだと思うよ、うん、ほうねえ、だって俺らが当たり前に使ってるスマホって50年前テレパシーって呼ばれてたし、うんうん、飛行機で移動したりするけど200年前人間が空飛ぶっつったらバカでしょ、うん、そうですね、俺テレパシー使えるんだっつったらバカでしょ、でもバカがとことん絶対叶えるんだって言って作ったのがこの世界だから、今画面に映ってる全てって人間が絶対関わって作ったもの、うん、これも人間が欲しいと思ったものだし、そうですね、これもそうだし、はい、うん、だからバカが作ったのがこの世の中なんじゃないかな、うん、深いな、うん、うん、そうそうそう、バカでいいんじゃない、うん、深くねえよとか言って深いな、つっかかってくんな、だいぶ深いよ、つっかかってくるな、うん、言ってること理解できるもん俺、うん、あ、世の中成功する人って学力を理解してる人とバカな人の行動力を両立できる人も間違いなく強い、一番怖いよね頭良くてぶっ飛んでるやつとかほんとたまにいるもんね、うん、やばいっすね、ほんとに、うん、波長すごく合うっていうか、俺初対面の時にあの俺これ今初めて話すんだけど、あのヒカルさんの評価って面白い男なんですよ、熱い男っていうか、なんでかっていうと、そのなんかその売名しに来たなんかすげえカソナマヌシとかがいてすげえ面倒見てて、なんかで、その時に言ったのは何だったっけな、そのお前さみたいな、自分がやってること今考えろよみたいな、その裏でちゃんと説教してて、でみんながいる前で恥かかせてなくて、でなんかここに来てるやつら全員どんな気持ちでうなちゃんに会いに来てると思ってんの、どんな気持ちで金梅さんに会いに来てると思ってんのって、俺ですら配信回してねえのにただ目立とうとしてたら嫌われるぞみたいな、だからそんな甘い世界じゃねえよって言った時に、あ、配信をこう捉えてる人はなかなか見ない人だなと思って、僕はすごいかっこいいなと思いましたね、うん、ありがとうございます、あの多分 YouTube それ上がってるんですよ、あ、そうなんだ、あの子の、あの僕と、はいはいはい、僕あの後大変だったんですよ、知ってる知ってる、僕と散々振り回して、うん、あの子俺逃げたもんそう絶対めんどくせえと思って、うん、すごかったんですが、うん、すごかったらしいよね、なんか、はい、警察呼ばれたんだっけ、警察呼びに来ました、もう、うん、もう警察に泊まれやっつって、ああ、はい、もうその方がいいよね、うん、あれは、うん、ヒカルはただのバカ、ワドは詐欺師、ああそうだ、うん、そう、でもやっぱその変に考えたりとかトーク力とかも本当にないんで、だからもうやっぱ体で表すしかないんですよ、その仕事で職場でもそうですけど、うん、だから人より誰よりも先に動くし、うん、やっぱ誰よりも動きたい、うん、あ、でも俺思うんだけど、はい、理屈をこねるやつよりも、はい、理屈をこねるやつよりも喜怒哀楽を呼び起こすやつの方が配信向いてると思うの、はい、要はあの配信者って表現者だから、はい、リスナーさんは何が見たいかっていうと、怒りたい、泣きたい、笑いたい、叫びたいとか、その、はい、なんつうの、感情を出したいわけよ、うん、理屈を聞きに来てるわけじゃないから、その方がいいなと思う、もう 理屈ばっかり込んでてるもんね俺ね、毎日毎日ね、もうめんどくせえやつだもんね、ほんとね、うん、だからちょうどね、多分ね、半年に一回ワドを見るぐらいがちょうどいいと思う、俺は。毎日聞いてたら頭おかしくなるよ。洗脳されそうだもん、毎日のリンたら俺も。いやいや怖いもんね。うん。いやいやいや。喜怒哀楽めっちゃ大事。リスナーさんからしたら分かりやすくて可愛い。そうっすよね。うん。喜怒哀楽が、やっぱ一番いいなって。うん。だから、ディズニーランド行って、
理屈こねるやつって、あん中におっさん入ってんだよ、身長何センチだよって言ったら冷めるじゃないですか。でも一番ディズニーランドに行って楽しいやつってバカなやつなんですよ。ミッキーかわいいとか、もうすごいって夢の世界だってバカになれるやつが幸せになれるやつだと思うから、だからバカの方が絶対バカになれるか、そうで大人になったらね、バカになれなくなってくるからね。だから金梅さんとかバカなもんね。いや、だマジから、あそう、の人すプごロいとですしてよ。バカなんだよね。そう、職業バカっていう。でもあの人ガチキチですからね。だちからまあ、ゃんとした少年の心を本当に忘れてないです。あの人ガチキチですからね、ちょっと面白いな。先生、本当に、あの人本当大きい赤ちゃんですよ。ビッグベイビー。かっこいい。本当それに。がかっこいいんだよね、なんずっか。となんか1週間ぐらい今回やっぱ一緒にね、朝から晩まで24時間毎日一緒にいさせてもらったんですけど、本当に世話が焼ける。でっかい赤ちゃんで。そう。でもみんな多分金梅さんみたいに行きたいんだよね、本当は。いや、でも楽しかったです、一緒に僕は。ね、すごい、はい。憧いいれ体験させてもらったです。金梅さんは本当すごい。すごいの、本当にあの人。そう、ビッグベイビー。ビッグベイビー。すごいよな。そう、だからな、僕もやっぱその、まあその、なんだろう、今回金梅さんに絡んだきっかけっていうのが、いろんな配信者に嫌われてるから今回散々ちょっとやりすぎて、でみんなは離れてってるっていう中で、僕は絶対あんま関わるなよってやっぱ言われるんですけども、なんで嫌われてるからこそ僕は絡みに行ったんですよ。あ、逆にその人やっぱ自分の目で見て確かめないと分かんないじゃないですか、やっぱり。そう、本当そうだよね。本当そうだと思う。俺はでっかい赤ちゃんになりたいな。夢は。もう金梅さんに多分配信者として教えてもらったら2つですよ、やっぱその。2つですね。1つは配信者なら、まあ、ヒーローになると、その日の自分が主役だからっていうのと、もう1つがまあある程度閲覧稼いだらそれを誰かに還元してやれっていう。ああ、それはかっこいい、はい、その2つですね。あの人自分のことヒーローだと思ってんの？主人公だと思ってます。今日もう俺が一番閲覧取ったっつって。バカだねー。すげえな、矢沢永吉みたいだな。いやでも納得しました僕は、それは。やっぱりヒーローだったんだ。そう、納得しましたよ、僕は。妙に2つ目はすげえかっこいいな。ヒーロー。ヒーロー、うん、まあ、主人公ですね。すげえ迷惑なヒーローだな。え、夜中に人の家行ってピンポンピンポンするのがヒーローだと思ってんだよね。まあでもそれ僕もありますから。僕3回行ってますからね、合計。ウケるよな、ほんと。まあでも横山さんもニコ生で配信してますからね。それでベランダから映してますから、僕らのこと。ネタ投下、なんか金梅さんが面白かったな。ネタを投下してやったわ、俺らネタ不足のあいつらにネタを投下してやったわとか言って、クソかっけえなこの人と思って。で初めて、ね、あのニコ生金梅さんがやってる時に、金梅さん結構やっぱニコ生つけるとスイッチ変わるっすね。変わる。そう、だから俺らは、そのニコ生の金梅さんを見てきたから、やっぱキャスの金梅さんぬるいんだよ。でも全然違う、顔つきも違うし、輝いてるでしょ、楽しそうでしょ。楽しそう、なんかもうそう、オラオラ、もうすごい、オラオラっていうかギラギラしてて、そう、ニコ生なんかそういう変な魔力があるんだよ。そう、キチガイに走りたくなる。そうそう、いや俺がよくツイキャスとニコ生の違いを評論するときに、はい、ね、どっちがどっちとは言わないけれども、ね、綺麗なお花畑を想像しておらんって、そしたら何が飛んでるって、綺麗な花の周りには蝶が舞うんだよって、でねって、どっちのサイトとは言わないけど、うんこの周りにはハエがたかるんだよって。そういうことだよっていうことはよく言う。なるほど、だから結局まあニコの前うんこですよ。うんこっていう配信者がいて、そこにプーンっつって金梅がこういっぱい、リスナーという金梅が回ってるっていう。
なるほどっすね。だからツイケスはね、蝶々がいっぱい飛んでるもんね。うん、まあ、そういうことですね。うんこ投げて、うんこ投げて。わかりやすいな。でもヒカルさん見て配信者俺もなりたいって言ってる若い子とかいるんじゃないですか。いやどうなんでしょうね。うん、僕はどうなんでしょう。どうなんでしょう。ね、そういう人を作ってきてるからね、金梅さんとかみのりさんとか。やっぱ本当になりたい人ってやっぱ多分必然的にコメントとか口だけじゃなくてちゃんと、うん、行動してる、行動して、目が違うし、覚悟が違う。そう、リアトツにも来たりとかもするし、うん、ちゃんと自分をアピールしに来ますから、うんうん、そこですよね、口だけで、うん、終わらないっていうか。終わらない、絶対、うん、それは僕はそうしてきたんで、やっぱずっと、うんうん、おー、ドロンさん、久しぶりで SKP、どうも。パトロン切られて終わっちゃったね、キンバイ。あ、そうなんだ。サウトムーリーさんいらっしゃい、うん、俺はやっぱウナかっけーなと思うかな。いや、ウナさんはかっこいいですよ。ウナ、うん、さんと僕の最初の話してます。ウナさんが僕がそのチャリ旅途中に、うん、あのカンナちゃんっていう、まあ、ちょっとツイキャスの若い女の子がいたんですよ。うん、まあ、同行動企画の予定だったんですよ。うん、そしたらそこに、うん、まあ、世界の2番目のお嬢っていう、まあ、結構閲覧何千人行くことを、ペティーノ先生って言うんですけど、うん、まあ、来てくれて、行動でも結果的にやる形になって、で、まあ、みんなでワイワイやってるんですよ、はい、で、なんか二次会どこ行くって言って、まあ、やっぱカラオケ行く形になるじゃないですか、はいはいはい、で、僕、置いてかれたんですよ、うん、僕だけ、うん、で、うん、あの、なんかみんな先酔っ払って行っちゃって、うん、そんで、僕はその旅中なんで、やっぱ金もないしどうしようって言って、道頓堀でベンチで細々と泊まるとこもないし、帰る金もないっていう話をしてたら、うん、ウナさんが突然コメントしちゃって、うん、お前、1万円今からやりに行くから、うん、とりあえず待っとけ。へー、そこからっすね、ウナさん来てくれて、かっこいいね。そうっす、まあ、金ないんだろうっつって、うん、そうっす、やるよっつって、うん、そうなんだよね、優しいとこあんだよな。そう、いや、めちゃくちゃ優しいっすよ、ウナさん、うん、本当にめっちゃかっこいいっすね。まあ不器用な人だけどね、ほんと。まあそれは、うん、あ、でもその不器用さがかっこいいっていうか、はい、そう、かっこいいよ、ほんとに。なんか俺、ほんと佐野智則って人は、はい、本当に風天の虎見てるみたいだね。車虎次郎、そうっす、ほんとに。そうそう、うん、で、うん、そうそう、うなさんかっこいいですね。うなちゃんマンの歌詞とか俺らが作らないといけないんだよね、本当は。だからそのうなちゃんが自分で言ったらダサいじゃん、うん、自慢しちゃったら。そうですね。そういうかっこいいエピソードは後輩が言わないとダメなんだよな、うん、でもね、俺うなかっこいいエピソード一個もないんだよななんかあるんですか、やっぱり。全然ない全然ないそうですか。面白いおっちゃんだなみたいな、うん。でも理想系かな、佐野智則って生き方かっこいいなって本当思うよね。喋、うん、り一本でよくあそこまで生きてくるよ。いや、すごいです本当に、うん、一番見てる配信者はうなちゃんマンだな、やっぱり、うん、かっこいいですね、うん、全部がネタに変わるってすごいよね。発言の全てが振りだからね。そうですよね、もう本当にあの三社祭りの件とかも、うん、あの、あれだったんですよ、僕、うん、ウナさんともギリギリまで喧嘩してたんですよ。あ、そうなんだ。そう、あの、突然なんか僕もわけわかんない状態で、うん、その、三社に来るならわかるよなっていう話になって、僕はお金ないっていう、やっぱ、うん、あれなんで、うん、まあ来いよって誘われてたから行くって話だったけど、うん、来るならわかるよなみたいな、はい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 、そうだ、包んで来いよみたいな、いや、わかるよなみたいな、僕は何がですかって言って、うん、いや、来るなって言ったら来ないよ、あの、はっきり言ってください、僕は行かないんでって話をしてて、いや、でも、わかるよなとかやっぱ言ってて、僕のこと食べらかしてんですかって言ったら、うん、めちゃくちゃぶち切れちゃって、うん、コラボで切れるよね、そういうとこある、いろんな件がありまして、うん、でもそれがなんか積み重なってなんかいい思い出になりますよね。そうですね、やっぱ、うん、面白いですね、うん、じゃあツイキャスで世界征服するんですね。そうですね、とりあえずまあ、うん、ツイキャスだけじゃなくてニコ生会つかもう配信会を僕は変えたいです、うん、ぶっちゃけ、うん、もういや、うんこはやめといた方がいいと思うよ。やっぱお花畑でやっていくのが一番いいと思う。まあでも同時変容ですよ。まあ、その1本でやっていくわけじゃなくて、うん、はい、うん、配信会変えたいですね、正直、うん、
大事ですよね。そうっすね。本当大事。いやー、俺は本当に高尾山フル装備で登る登山家かとして本当に、うん、かっけえなって思う。浦さん、僕がそのあれでした、富士そば登ってる時にずっと応援してくれてたんです、うん、コメントして。どんな感じで？え、もう本当頑張れよっつって。僕前日にその浦さんの大衆居酒屋に飲みに行ってて、ああそう、浦さんの看板書出してくださいっつって、お前に荷が重いよって言われてて、あでも嬉しかったね、そういう時ね。ニヤニヤしながら言うよ。バカやもん。そう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 。うん、ずっと僕やっぱその時も富士そばの時もおすすめ規制かかってたんで、閲覧50からスタートしたんですよ、みんな何百人で。はい、まあね、でもやっぱ登っていくごとにやっぱり川崎洋平くんがいて、うん、まあ、2位を頑張ってこう、うん、洋平くんの背中を追っかけてる時にどんどんやっぱ閲覧が上がっていくんですよ。500人とか、うん、で最後のまあ800人になって、うん、でゴールして1位になった瞬間もう2300人ぐらいって規制中で、はい、でなんか全部なんか乗り越えられたなって、なんか自分でもすごい自信がついたですね。いろいろリスナーさんには伝わるんだよね、なんかその本気で配信好きかどうかみたいなね。なんか頑張ってる時って答えなんかこうやっぱ増えますよね。うん、うん、嬉しかったっすね、やっぱ。わかる。そうっすね。まあでも富士そばでも1位取ってもなんかまだ納得できないですね、僕的に。なんかもっと上行けんじゃねって思っちゃったっす、うん、正直。いや、てっぺんまで行ったんでしょ。てっぺんまで行って、まあその洋平くんともっと上に行けるって。そう、さらに加工一周しましたからね。で、下山したんですけど。ちょっとかっこいいな。でもまだまだいけるなって思ったっす、正直。エベレストとか行こうよ、ヒマラヤとか。あの配信が届かないですよ、多分。エベレスト登頂してみたいですけど、うん、それすごいな、まだいけるっていうね、うん、賞金とかないでしょ。資金ね、あの出なかった。浦さんが、だからそのね、あの、うん、光に祝い金として、まあなんかなんかご褒美やるよっていう話があったんですけども、結局その立川の祭りで、まあその前とかにも結局僕と金梅さんがやっぱやらかしたりとかしてるんで、本当は金梅さん来るなっていう話だったんですよね、そのさ、あの立川も。で僕はやっぱその金梅さんからもなんとか光来ねないよって言われてたんで、やっぱ前回のメンツと一緒にやっぱ参加したかったんで、うん、まあそれはでご褒美抜きになったんだなっていう部分はありますけど。なるほど。うん、いいな、暑いな。俺もキャスで頑張ろう。皆さんよろしくお願いします。可愛がってください、頑張るんで。いや、もったいないっす、前回本当にもう250人ぐらい辛いたのに。いやすごいなと思ってたっすもん。だってその時僕閲覧30人ですよ。あ、そうだよ、そうだ、30人とかですよ、本当に。そうだ、ここはどうする、だから急激にパンっていったんだ、ここ最近で。そうっす、ガンと。でも今配信やってて、はい、半年ぐらい前から1ヶ月ぐらい前が本当にきつかった、配信やってても、あの辛かった時期で、今乗り越えてある程度答え出てきたけど、もう配信が好きで好きでしょうがなかったのに、うん、配信やることが辛くなっちゃったの。逆にですか。そうで、もうなんだろうな、すごい辛かった。うん、でもみんなやっぱそういう時期通るよ。そうですね、うん、僕1週間ガチで悩んだ時があった時があったですね、うん、やめようか配信中、やめようとは思わないんですけど、うん、ちょっと配信とは距離を置きたいなっていう時があったけど、うん、それも乗り越えたっすね、やっぱ、うん、もう配信が生きがいになってますから、やっぱり、うんうん、でもね、俺らクズだからさ、そうっす、うん、やらないといけないんだよね、やりたいんだよね、うんうん、そうなんですよ。そうそう、義務になったらダメなんだよ、本当に、本当そう、うんうん、で、そういう時ほど、うん、
そういう時ほど、やっぱリスナーさんって手厳しいじゃん。やっそうぱいろんな人見てるです。厳し、しいっす。落ち目の時ほど手厳しいから、うん。来るんだよね、精神的そうに。そうそうそう。うん。だから、弱音入っちゃダメなんだよな、配信者って。うん。お茶ありがとうございます。僕の理論だと、なんかその配信者はみんな持ってるイメージがあります。何何かを。を。あ、もう、わかるわかる。わかる。なんかついてるっていうか、持ってるわ何かかが必ずあるんですよ。る。わかる。要は、俺、エミさん、それ感じて、だってさ、配信でてっぺん撮ったじゃん。で、配信で食ってくのを旦那さんに止められて、息子に、乞食だって言われるの嫌だからって言って、バッツリやめたの。漫画家として、アメブロで1位のブロガーになって、漫画家として大成するって意味が分かんなくない？意味が分かんないですね。意味が分かんないじゃん。だから、持ってるっていうのは本当にまあ分そかういうこる。とですよね。うん。すごいな。そう。だから、配信で成功するやつって、配信だから成功できたんじゃなくて、成功するマインドを持ってるんだよ。まあ強そういうこんとだでよ。すね、おそらく。うん。だって、漫画描いて10万部売れって意味が分かんないじゃん。無理ですねえ。ね。無理。でも、私はできるって多分思い込んでるんだろうね、エミさんとか。そう。アメブロで1位取るとかさ。すごいよ、やっぱ。そこはね、やっぱ先輩見習わないとダメだよね。俺も、ほんと。でもやっぱそこはイメージなんでしょうね。イメーイジメーだジよだね。とやっぱそこゴールが見えてるんだよね。そうっす、いろいろ。うん。すげえかっこいいなと思う、ほんと。で、いまだに言ってるもんな。10年後私はもっと成功するって。すごい。うん。いや、それはすごいですね、本当に。化け物だよね。意識レベル高いわ。まあ、意識はでも大事ですね、本当に。そうそうそう。だから、そう。配信って、そう、フィジカルじゃないじゃん。でも、スポーツ選手って、みんな当たり前にフィジカルのトレーニングやるけど、メンタルトレーニング必ずやってるじゃん。でも、配信、なんかメンタルトレーニングをバカにする風潮あるよね、日本って。あります。そう。プロのサラリーマンとかでも、もっとメンタルを導入して、メンタルトレーニングやるの当たり前じゃん。そうですね。俺らなんかメンタルだけで勝負じゃん。あれまあ、意味。それはありますね。本当に。そうですね。本当それはあります。そう。確かに。そう。でも、バカにされるんだよな、やっぱ。うん。難しいよな。難しいですね。3時で終わりにしますか。そうそしろますそろか。寝ますか。そうですね。うん。明日何時起きにします？9時半とか？9時半にしましょう。何、合ってる？10時までに原宿行ければ原宿。いいんで。パッと起きてパッと出れる人ですか？いや、ちょっと多少起きてて寝るぐらいなんで。じゃあ、9時か。9時しましょうか。じゃあ、皆さん遅くまでありがとうございました。ヒカルさんのリスナーさんも本当にありがとうございます。90人も見ていただいて本当に感謝です。一期一会の出会い大切にしたいんで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に。いや、僕の方こそやっぱ貴重な話を聞かせてもらったりとか、すあ、ごい。いえいえ。あとちょっと僕が裏でちょっとやろうとしてること、ご協あ、力していもちただろんけもちたろん。ら、はい。何でも自分ちょっといでろいろきる相こと。談乗っていただけたら嬉しいんで、はい。本当に。ぜひぜひ。本当に野望を持ってるんで、配信会を変えたいっていう。ぜひぜひ。はい。ありがとうございました。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。ね、はい。よろしくお願いします。僕、硬いっすよ、結構。で、多分もともとワドウさんを知ってたけど、多分今回のこの配信じでゃ全く全然。最後にアンケート、それ取ろう。そうです僕ね。の名前知ってたかどうか。あ、いいですね。最後、ワードの、わ、それ気になる。リーチの名前、知ってました。最後、これでアンケート取らせてください。あ、3点ありがとうございます。お疲れ様です、ほんと、けいこさん。あ、とんでもない、とんでもない。いつでも遊びに来てください、ほんと。嬉しいです、ほんとに。出会い大事です、ほんと。仲間大事です。62%。おお、おお、いや、でもありいいっがすとうございね。ます。さすがです。38%の方も今後ともよろしくお願いします。3点しました。ありがとうございます。じゃあ、皆さんお疲れ様でおす。疲れ様でした。ありがありとうがとうございごます。ざいます。じゃあねー。おやすみなさい。おやすみー。